高瀬ひろみさん。公明党の高瀬ひろみです。私は公明党を代表して、ただいま議題となりましたこども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について質問いたします。2年以上に及ぶコロナ禍は、子どもや若者、家庭をめぐる我が国の諸課題を一層深刻化させました。これまでも各種施策、支援の充実が図られてきましたが、2020年には児童虐待の相談対応件数や不登校、ネットいじめの件数、児童生徒の自殺者数が過去最多となり、一方で出生数は過去最低の84万人に落ち込むなど、我が国の子どもを取り巻く環境はまさに危機的な状況にあるといえます。今こそ子どもの幸せを最優先とする社会を実現しなければなりません。そのために今般私ども公明党は、自由民主党とともに子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、児童の権利に関する条約にのっとった子ども政策の基本理念を明記し、子ども施策を総合的に推進することを目的とした子ども基本法案を提出をしております。この子ども基本法に基づき、子どもを権利の主体として、子どもの幸せを最優先とする社会の実現を、子ども家庭庁の創設によりどのように具体化するのか、岸田総理のご見解を伺います。子ども家庭庁は、子どもの幸せのための組織であることが第一でありますが、子どもの幸せのためには、その子どもを育む場所である家庭への支援も重要であり、このことは子ども家庭庁が自ら実施する事務として法案に明記をされています。また少子化対策として、結婚や出産、育児に希望を持つことができる社会環境の整備についても、子ども家庭庁において強力に推進していくことになります。結婚や出産、育児に希望を持つことができる社会については、結婚ができない要因となっている若者の経済基盤の強化や、結婚を望まない要因の一つとなっている家事・育児の負担が女性にだけ偏っていることの是正など、これまで以上に大きく社会を変えていく必要があります。こうした子どものある家庭への支援及び少子化対策という観点での若者支援、男女の役割分担意識の是正についての総理の決意をお伺いいたします。深刻な状況にあるいじめ問題や不登校対策については、これまで文部科学省を中心として取り組みが推進されてきましたが、子ども家庭庁には教育委員会や学校のみでは解決が難しいいじめ事案への対応や、関係機関の一層の連携促進を図る役割が期待をされています。その上で、子ども家庭庁が重大ないじめ事案に適切に対応するためには、関係機関との情報共有や、調査を行う際の手順、勧告権を行使する際の考え方などを、あらかじめ制度的に担保しておく必要があると考えますが、重大事案への対処を実効性のあるものとするための検討を進めることについての野田国務大臣のご決意を伺います。子ども家庭庁においては、子どもを成人年齢である18歳で線引きをすることはせず、設置法第3条において、子どもの定義を心身の発達の過程にあるものとし、すべての子どもが支援対象であり、その権利利益の擁護を行うことが法律に明記をされています。公明党として今回の法案に関し、さまざまな関係者からご意見をいただく中で、性的少数者当事者である子どもたちへの理解を社会で広めることの必要性や、親が同性のカップルである子どもたちが抱える困難が日常に多く存在することを伺ってまいりました。子ども家庭庁においては、すべての子どもが対象であることから、学校現場を超えて、こうした子どもたちの支援を進めていただきたいと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。子ども家庭庁が新たに担う就学前のすべての子どもの育ちの保障については、就学前の子どもの育ちにかかる基本的な指針を閣議決定し、幼稚園、保育所、
認定こども園、家庭、地域を含めた政府内の取り組みを主導することとされています。3歳から5歳の幼児教育については、公明党の長年の主張が実現をし、無償化が進む中で、今後、特に早期に検討すべきは、0から2歳の子どもたちへの保育サービスの拡充であると考えます。児童虐待死に至った家庭における傾向としては、死亡時の子どもの年齢は、0から3歳未満の子どもが 64.9% と割合が多いことや、児童虐待死に至った家庭の母親の就業状況で最も多かったのは無職であることからも、この年齢の子どもたちが、現状では保育園を利用できない専業主婦家庭や、母親が無職の家庭であっても、保育サービスを利用できれば、子育ての孤立を防ぎ、育児の負担を軽減し、社会が虐待に気づくきっかけともなりうると考えます。また、これまで政府を挙げて保育の受け皿を増やして待機児童対策をしてきた結果、令和3年4月1日時点での保育所等の定員充足率は 90.9%、つまり地域差はあるものの、全体として約1割の空きがあることを考慮すれば、国策として確保してきた保育の受け皿を専業主婦家庭の支援にも広げ、活用していくべきです。0から2歳の子どもへの保育サービスを含めた支援を拡充することについての総理のご決意をお伺いいたします。就学前のすべての子どもの育ちにおいて重要なのは、その量的な拡充とともに、質をどのように担保するかという点だと考えます。これまでは待機児童対策として、受け皿を広げることに力点が置かれてきましたが、毎年出生数が減少し、子ども一人一人の可能性を最大限に引き出すことが求められ、幼稚園と保育園がその垣根を越えて一元化されていく中で、保育の質をどのように上げるかについての議論を加速すべきです。安全性の観点から、配置基準の見直しも重要ではありますが、単に面積基準や人員基準だけではなく、真に子どもにとって良い保育とはどのような中身であるのか、これを客観的に測る指標が必要となってくると考えます。保育の質をどのように考え、どう担保するか、野田大臣の見解をお伺いいたします。最後に、少子化対策を含め、子ども政策を強力に進めていくためには、安定財源の確保が不可欠です。安定財源の確保については、昨年の骨太の方針や、昨年末に策定された子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針において、企業を含め、社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな枠組みについても検討することが示されました。この新たな枠組みを作るにあたっては、子どもへの支出を増やすこと、つまり子どもの未来に投資することは、自分たちの未来に投資することを共通認識として理解を求めながら、速やかに子ども政策にかかる安定財源の確保を図る必要があると考えますが、現在の検討状況や結論が示される見通しについて、総理にお伺いいたします。公明党はこれまでも現場の声、当事者の声を第一としてまいりました。こども家庭庁においては、これまで以上に子どもの視点に立ち、その声を常に聞きながら、社会を大きく転換する取り組みを期待いたします。子どもの幸せを最優先とする社会の実現に向けて、私たち公明党も一層の決意で取り組むことをお約束申し上げて、私の質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣。高瀬博美議員のご質問にお答えいたします。子どもの幸せを最優先とする社会の実現についてお尋ねがありました。政府としては昨年末に閣議決定した基本方針に基づき、子どもの視点で子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子どもの権利を保障し、
子どもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しすることに、こととしており、こうした基本姿勢は、子ども基本 法案が掲げる基本理念と寄与一にするものであると認識をしております。子ども家庭庁は、強い司令塔機能を持って、すべての子どもに対して必要な支援等が抜け落ちることがないよう、子どもや子育て世代の視点に立った子ども政策を総合的かつ包括的に推進することができる体制を実現していくものです。子ども家庭庁がこうした体制の下で、縦割り行政の中で進まなかった日本版 DBS の導入に向けた検討や、幼稚園、保育所、認定こども園の教育・保育内容の共通化、そして子どもを総合的に支援する子ども家庭センターの全国的な展開などを進めることで、子どもの幸せを最優先とする子ども真ん中社会を実現してまいります。子どものある家庭への支援、そして少子化対策の観点での若者支援等についてお尋ねがありました。子ども家庭庁の下、家庭における子育てを社会全体でしっかりと支え、子どもの健やかな成長を図る観点から、子ども家庭センターの全国展開や仕事と子育ての両立支援、子育て家庭に対する経済的支援など、さまざまな課題に直面する家庭に対し、切れ目のない包括的な支援にしっかりと取り組んでまいります。また、少子化対策の観点での若者支援については、若い世代の経済的基盤の確保を図ることを含め、結婚を希望する若者が安心して結婚できるような環境整備をしていくことが重要と考えており、若者が将来にわたる展望を描けることを目指してまいります。さらに、男女の役割分担意識の是正については、男女の固定的な性別役割意識を含めた 女性が直面する課題を一つ一つ解決していくため、来月にも男女共同参画会議において、女性の経済的自立や男性の家庭地域社会における活躍などの4つの柱立てに基づき、具体策を取りまとめます。性的少数者である子どもや、同性のカップルの下で養育されている子どもについてお尋ねがありました。政府としては、多様性が尊重され、お互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現するための取り組みが必要であると考えており、性的指向、性自認に関する課題については、関係府省が連携しながら取り組んでいるところです。子ども家庭庁においても、子ども政策の司令塔として、性的少数者である子どもや、同性カップルの下で養育されている子どもについて、子どもの視点に立ち、子どもが誰一人取り残されないよう、関係府省と連携して適切に対応してまいります。小学校就学前の子どもに関する支援についてお尋ねがありました。乳幼児期の教育および保育は、子どもの健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。このため、幼稚園、保育所、認定こども園に通う子どもはもとより、いずれの施設にも通っていない未就園児も含め、小学校就学前のすべての子どもの成長を支えることが必要です。子ども家庭庁においては、子どもの育ちを支える際に留意すべき事項等を、就学前の子どもの育ちにかかる基本的な指針として閣議決定し、政府内の取り組みを指導するとともに、未就園児の実態把握を進め、市町村等と連携し、子育て支援サービスや
幼稚園、保育所などへの就園につなげるプッシュ型の支援などを進めてまいります。また、人口減少地域などで定員に余裕のある保育所が未就園の子どもを預かるモデル事業の実施について、検討を進めてまいります。これらを通じて、小学校就園前のすべての子どもの健やかな成長が保障されるよう、しっかり取り組んでまいります。子どもの政策に関する安定財源の確保についてお尋ねがありました。これまでも子ども予算については、政権交代以降、新子育て安心プラン等に基づいて、約 1.4 兆円程度を確保し、幼児教育、保育の無償化や保育の受け皿確保などを進めてきたところです。足元でも不妊治療の保険適用などを進めるほか、全世代型社会保障会議、教育未来創造会議において、子育て支援等の検討を進めています。その上で、今後の子ども政策に関する予算については、子ども家庭庁の下で、子どもの視点に立って必要な子ども政策が何かをしっかり議論した上で、体系的に取りまとめ、それを社会全体でのこの費用分担の在り方の検討と合わせて、子ども政策の充実にしっかりつなげていく、こうした取り組みを進めることが重要であると考えております。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。野田国務大臣。子ども家庭庁の重大ないじめ事案への対応についてお尋ねがありました。いじめの重大事態については、いじめ防止対策推進法等に基づき、学校や学校設置者が調査等の対応を行うこととされており、文部科学省においても必要な指導、助言が行われることとなっています。子ども家庭庁においては、重大ないじめ事案への対応について、文部科学省から必要な情報の提供を受け、地方自治体内での情報共有を促すとともに、学校設置者等が行う調査にあたっての第三者性の確保や運用改善を図ってまいります。その上で、特に必要がある場合には、文部科学省に対して勧告等の関与を行うこととしています。重大ないじめ事案への対応に対する具体的な事務の手順、実施方法等については、今後、こども家庭庁が実際に設置されるまでに、文部科学省とともに連携しつつ検討を進めてまいります。合わせて、こども家庭庁においては、地域における相談体制などの体制づくりを推進することとしており、地域のさまざまな方々の協力を得ながら、より多くの子どもや保護者の悩みを受け止める体制を充実し、いじめの問題を学校、教育委員会等だけでなく、社会総がかりで対応できるようにしてまいります。次に、保育の質の担保についてお尋ねがありました。すべての子どもの健やかな成長を保障する上で、保育の質の向上を図ることは大変重要であり、現在、内閣府や厚生労働省において、保育所の所長や主任など、現場の各階層別の専門性に応じた各種研修の実施や、保育所等の質の向上を目的とした第三者評価等の推進のため、その実態把握と改善策の検討等、保育の質向上のためのさまざまな取り組みを進めているところです。子ども家庭庁において、こうした両府省の取り組みをしっかりと引き継ぎ、一元的に実施していくことで、保育の質の向上に向けた取り組みをさらに強力に推進し、子どもの健やかな成長を保障してまいります。やった。